こんにちは、神奈川県人権啓発センターです。今日は座間市の芹沢公園というところからお送りしています。今日のテーマはですね、鳥取県の琴浦町っていうところの、まあ、なんか差別事象と、あと童話対策の固定資産税減免について。でまずね、前提となる事実がわからないと話を理解できない方が多いと思うので、まず基本的な部分を説明すると、ね、琴浦町っていうのはですね、まあ、琴浦さんっていう漫画をご存知の方は名前だけは知ってるかもしれないんですけども、鳥取県の中部の海沿いにある町です。で昔はここは赤崎町と、東白町という町に分かれてまして、それが平成の大合併で、琴浦町になったという経緯があります。それで固定資産税の、まあ、童話減免と言われるものですね。これは童話対策の全盛期はあちこちで行われていました。まあ、それも地域によって、まあ、あったりなかったり、あとルールも違うんですけども、まあ、どういったものかというと、いわゆる部落民、童話関係者が、所有する、土地建物について固定資産税を払わなくていいとか、半分にするとか、まあ、そういった制度です。で減免の要件っていうのがあって、これも3つほど考え方があって、いわゆる部落民が所有しているもの、もう一つの考え方は所有者が誰かっていうことは問わなくて、あくまで童話地区内の物件に対して減免が適用されるっていう考え方、あともう一つは童話地区内でなおかつ、童話関係者、いわゆる部落民が持っているものだけが対象となるという考え方があって、で琴浦町っていうところは実は今でもこの童話減免というのを行っています。でほとんどのね、地域では今童話減免ってやってないです。ただまだこうやって一部ね、こういうことをやってる地域というのが、国の童話事業が終わった後でもあるということです。まあ、琴浦町では過去に、俗人、いわゆる部落民が持つ物件に対して減免をするっていうことをやってたんですけども、途中から俗地という方式に変わりまして、でそれで、まあ、今でも続いているという経緯なんですけども、まあ、当然これに対しては、まあ、共産党系のね、青亀さんという議員がおりまして、何度も何度も批判してるんですね。これ実は条例で明記してなくて、役所の内規の要項でやってるんですね。だから本来、まあ、租税法律主義の原則からすると条例定めないといけないんですけども、こんな法的根拠なしに減免をやるっていうのは違法だし、でまあ過激なことに、その村ぐるみでそういうね、脱税行為やってるみたいなことを書いて、なんか解放同盟から名誉毀損で、告訴するぞみたいなことまで言われたそうなんですけども、まあ、そのぐらい共産党が批判してるんですね。それについて、2つ大きな出来事がありまして、高塚さんという議員の人がそれについて批判する質問をやったら、差別発言だというふうに言われてしまったと。これが教育委員会が出した報告書なんですけど、これ鳥取県の人権局に出されてるんですよ。この最初の部分からしてもうちょっと頭おかしいとしか思えないんですけども、まあ、差別があった場所っていうのは町議会の本会議場で差別行為をした人、町議会議員 A、 これ高塚議員のことですね。で差別をされた人、不特定多数の人で、事象の内容っていうのは童話対策の固定資産税減免の対象区域がどこかという質問を2回やったと。まあ中にいろいろ書いてあるんですよ。結局あらましはこういうことです。でまあおかしい点っていうのはもうこれいくつもあって、そもそも議会の中のことっていうのはね、まあ、仮に不適切な発言であっても、もう議会の中で処理されるもので、こういうのになんか教育委員会が出てくるっていうのがまずありえないことなんですよ。この、だから町議会議員だとか町議会本会議場っていうあたりがまずおかしいし、差別をされた人っていうのもね、不特定多数の人って結局誰かわかんないんですよね。で、この事象の内容も、童話対策の固定資産税減免の対象区域がどこかということで、これがとても差別というふうには言えないと思うんですね。例えば固定資産税減免の減免だと過疎地減免というものがあったりするんですよね。過疎地域には、固定資産税を安くして企業なんかをね、優先的に移転してくるようにするっていうような政策はあるんですけども、そういうような対象地域公開されてますからね。だから税の減免の対象地域を聞くことが差別っていうのもおかしい話なんです。
まあ最も大原則として租税法律主義というものがあるので、そんな秘密裏に税を減免するなんていうことは本来憲法にも定めがあるのでやっちゃいけないことなんです。だけどドアっていうことが絡むと、こういうことが公然と行われてしまうということがまずおかしなことなんですね。これについて党の高塚議員はもう差別だっていうことはもう認めなくて、もう徹底抗戦してて、最終的にはこんな風に人権局の方にね、教育委員会をこういう報告書を上げるっていうことになったんですけども、これについてはですね、後で議会の方からもう撤回しろという議決がされて、でつい先日ですね、鳥取県の人権局から琴浦町の方に文書が返還されて、まあこの報告書についてはもう取り下げられると、撤回されるということになりました。で、発端となった童話減免についてもう一つ大きな出来事がありました。それは、福本真理子さんっていう琴浦町の議員が童話減免の廃止に賛成に回ったことです。で、これがなんでね大きいかと言いますと、この福本真理子さんっていうのはね、立場としては下伊勢西大工というところの区長になります。で、この下伊勢西大工っていうのは、童話地区です。下伊勢っていうのも、全体が童話地区っていうわけじゃないんですけども、まあ、西側が童話地区なんですね。で、そこに1区2区3区っていうように自治会があるんですけども、そこの大連合がこの下伊勢西大区なんですけども、そういう立場にある人が童話減免廃止に賛成したんです。で、それで、まあ、地元の人が怒って、まあ、傍聴に来てた人が、憤慨して退席したという、そういうことがあったということがこの報告、発言内容について福本さんが書いた文書にあります。でね、これらの文書なんですけどもね、自転車の、ブログの方で公開してますので、ぜひご覧いただければと思います。私の、鳥取ループツイッターの方でも紹介しています。これはなんか匿名で小包で送られてきたので、多分これウェブで公表してくれということだと思うので、公表しています。それで、まあ中身についてはもうウェブで上がってるものを興味のある方は読んでいただくとして、一応ね、この文章を理解する上のポイントっていうのをここでは説明しておきます。まず琴浦町には2箇所部落というか童話地区があります。一つは旧赤崎町の井出上、もう一つは旧東白町の下伊勢。井出上の方も、下伊勢も解放同盟が組織されてるんですけども、井出上についてはどっちかというと活動が中心的で、下伊勢については、穏健というふうに言われています。で、まずその童話対策というものを批判している旧先鋒は共産党の青亀議員だけだったんですけども、ところが、まあ、ここ何年かになって、どんどん、まあ、共産党以外の議員も同調するような状態になってるんですね。で、町議会でね、共産党とは関係ない、まあ、議員が童話減免について批判したことについて差別事象とされたんで、これでさらに、特に若手の議員の反発というものが強まってですね、もういろんな議員が公然と、童話行政というものを批判するようになって、でついには福本さんっていうその、まあ、いわば、旧東博の童話地区を代表する議員さんまで、公然と童話行政やさらにはもう解放同盟の活動のあり方まで批判するようになった。この福本さんの文書は多分もう地元の自治会とか解放同盟にその議会での発言について説明するために作って配布した文書だと思うんですけども、だから多分これ送ってきた人ってね、下伊勢の解放同盟がその辺の人なんじゃないかなと思うんですけども、この中にはこういうことが書かれてるんですね。まずその固定資産税減免が必要な理由について、町はちゃんと説明できていないんじゃないかと、その部落の土地が売れないとか定に置かれてるということを言っているけれども、そもそもこの少なくとも下伊勢に関しては、まあ、普通に土地売れてるし、よそから人入ってるし、でもう当初からですね、そんなに環境の悪いところじゃなかったよと、むしろいいところだったと、そういう誇りある地域なのにいつまでも定位にあるというような言い方をするのはどうなんだ。で、童話減免の存在自体が、
例えばあんたのところは、税金払わなくていいなみたいなことをね、周囲から嫌味を言われる経緯になっていて、まあこの方はもうそのことによって下伊勢っていう部落が差別の最前線に立たされていると、そういった言い方をされています。もう童話行政全般に対する批判もしてるんですけども、これはね、もう共産党の考え方と、あとまあそれ以外のね、共産党以外からも童話行政に対する批判ってあるんですよ。そういうものがいろいろね入り混じった形で、私が読んだところでは一概にこれ共産党の主張そのまんまっていう感じでもないんですね。例えば童話地区の環境改善について、本当にこれは成果があったのかと、これは私も主張していることなんですけども、農村でも都市でも高度成長期にはもうあちこちで改善されていると、童話地区に限らず。だからそれが、その童話地区の環境が改善されたのが本当に童話行政がの成果だと言えるのかと。で、逆にむしろ童話地区が、取り残されているところがないかと、私の部落探訪を見たら、気づかれると思うんですけども、童話地区だけね、この古い公営住宅がいっぱい立ち並んで、周りは民間の綺麗な住宅が立ち並んでるっていう、そういう場所がたくさんあると。で、古い公営住宅ってこれ間違いなく童話対策の成果なんですよ。だからその特別対策にこだわることで逆に童話地区の方が取り残されていないかと。で、福本さんもっと具体的な例を挙げてて、例えばその縫製工場だとか、あとは農業関係の施設だとか、童話対策で作って、まあ、雇用対策として作ったんだけども、そういうものはもう廃業したり倒産したりしてるじゃないかと、もう公然と浅田理論批判をしてますね。部落にとって不利益なものは全て差別だと。ところが部落の中でも裕福な人はいたんだし、部落にとって不利益なことが全部差別っていうのは当たらないのではないか。で、さらにこの浅田善之助が進めたこの行政闘争っていうものがですね、純粋にその弱者救済ではなくて、本当に弱者を全部救済しようと思ったら大変お金がかかるんですよね。それをむしろ怠って部落だけということで対象を限定して、費用を浮かせたと。そのことで行政が得したんじゃないかと、そのためにこの差別というものが利用されたんじゃないかと、そういう疑問を語ってるんですね。そして高塚議員の発言の問題についても、指摘しています。もし高塚さんが言ってるようなことを差別だ差別だって言ったら、まあ、今ブラック差別解消推進法ができて、じゃあこれからじゃあ差別を解消するためにはどうするんだという議論を議会でしていかないといけないわけですね。そうした場合に当然そのどこがブラックかっていうことは言わないといけないし、でさらに突っ込んでその地域の実情っていうのもどんどん議会の中で議論して いかないといけない。そのために発言した議員を一人一人差別者というのかということにも疑問を呈してるんですね。そして部落の人間でも差別してるんじゃないかと、例えば下伊勢の事例だと、住民税なんかを 払えないような人を置き去りにして、もう別に納税組合を作ったということがあったと。こういうことはどうなんだということも書いてます。そしてもっと根本的な問題なんですよ。もうそもそも部落民とか童話地区というのは一体何なんだと。実際もう混住も進んでるしですね。で、下伊勢の場合は村で解放同盟に入ってるんですね。村全体で個人加入じゃないわけですね。そうするとよそから移り住んできた人もこれも同盟員というような扱いになってしまうので、もう実態に即してないんじゃないかと。だからこの部落民とか部落とかそういうものの概念がもう完全に揺らいでる状態で、童話原面というものを続けることに根拠が全くなくなってるんじゃないかと、まあ、そういった積もり積もるものがあって、この福本さんが童話原面に、反対すると、童話原面の廃止に賛成するという、そういうことになったわけです。まあ、世の中ね、こう議員さんとかもう公的な立場で発言する人っていうのはもう未だに根強い差別がとかね、啓発が必要だとか、そういったベタベタのことしか言わないんですけども、こういうね、実際に地域の実情を知ってる人がもう公然と批判してるという、
文書というのは大変貴重な啓発資料となると思いますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。下のコメントというかこの動画の説明欄にこのアドレスを載せてますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。それでは、本日の啓発動画でした。